藤岬です。藤岬に着きました。いよいよ沖縄最北端の辺戸岬に着きました。沖縄と最北端の地、辺戸岬。巨大なヤンバルクイナが見えるよ。あの山の大きさから見たらでかい。あれだいぶあるじゃん、まだ。うわ、綺麗。万山坊を横から見たような感じじゃん。あの先端まで行くつもり？室戸岬で先端まで行きましたね。室戸岬。ところで与論島がずいぶんかすんで見えます、ね。どこ？あのだね。あ、本当だ。与論島って書いてある。鹿児島県ですと。と言っても。島の並びからして、与論と奄美大島を沖縄本島と同じ属性みたいですけどね。マスクしたら苦しい。こういうなんか最果てのうちに行くと低木が多いですね。うん。同じものが。祖国復帰読めない。闘争。祖国復帰闘争碑。Hey, stop. Can you stop?うわ、綺麗じゃん。They left us already. Oh no, I'm not sure. まあそうですね。よろんと。正面にかすかに与論島が見える。これはサンゴだね。そうですね、サンゴですか。サンゴの盛り上がり。
向こうにも行けるけど、やめよう。はい。それは賛同します。やばいですね。こういう、でも本当はこういうことがいけないんですよ。廊下につながって。みんなもめんどくさくなってる。いけないんですか？多分、この後来ないですよ。もう来ることないかもしれないよ。うん、ここでまかり間違って、なんか急に自分に女ができて、こう、沖縄に一緒に行こうとかなったら来るかもしれない。それはないかもしれない。でも多分そうなった時は、無理して人を振る舞うために、ウェスティンリゾートとか、そんなところに泊まるんですよ。ヤンバルクイナ展望台この展望台もそんな大したことないかもしれんですが、いかんとですね。はい、ヘド岬の次はヤンバルクイナ展望台に来ました。巨大なヤンバルクイナの像というか作り物が遠くからでも見えます。ヤンバルクイナ自体が展望台じゃないんだよね。あ、ヤンバルクイナが展望台の建物になってるんだ。隣の階段から登ってって。なるほど、でかっ。向こうにも地球とか別に展望台かな。すごい足が。これが実物大のヤンバルクイナ。うわ、でかっ。 あ、神野さん、はい、あそこから顔出して。神野さんを出してくださいじゃあ自分が先に登ってますので、はい、これはほらいいじゃん。これはいやね、これはって。これはなんか言った？なんか言った？なんか牢獄に入ってるみたいよ、そこ。鉄格子があるから。なんか新しい発見があった？新しい発見あった？何かある？登って。